カナダ時代、ノーマン・ベチューンは、カナダ人の外科医、カナダ共産党員であり、延安にわたって、医療活動に従事した。ベチューンは、オンタリオ州グレーブンハーストで医師の祖父と牧師の父親をもって生まれた。1909年トロント大学に入学し、医師への道を歩み出したが、1914年に第一次、世界大戦が勃発、衛生兵として出征した。 そこで彼は銃弾に傷ついた多くの兵士を治療した。1916年大学を卒業し医師となると、デトロイトに移住、診療所を開設した。そこで多くの労働者が結核を患い、しかもその治療をすることさえできずに多数死んでいくのを目の当たりにし、患者たちを無料で治療するようになった。次々とやってくる患者を前に、ベチューンは医師としての限界を思い始める。 いくら患者を治療しても貧困の中にあれば結核は容易に蔓延し人々の命を奪っていく。結核を根絶するには医療活動ではなくて貧困を撲滅しなければいけないと考え始めるようになった。1935年、ベチューンはカナダ共産党に入党し共産主義社会の実現に力を注ぐようになり、翌1936年のスペイン内戦にも 反ファシスト側として参加した。下北軍クレス資料園のベチューン像1938年、ベチューンは中国共産党が本拠地にしている延べ安にわたる。そこで、ベチューンは医療活動を行い、中国共産党の活動を支援した。しかし、彼は手術中に指を切ったことが原因で、排血症にかかり、1939年11月12日に死亡した。 ベチューンは同様に中国共産党の地域で医療活動を行ったインド人のドアナトサンタラム・コートニスと共に中国国内で高く評価されている。毛沢東はベチューンの死後、ベチューンを記念するを発表して彼の国際主義による無視の活動を高く評価した。文化大革命の時期にこの文書は人民に奉仕する、不幸産を移すと合わせて 呂三辺として広く読まれた。ベチューンの墓所は河北省石化草市の河北軍呉市領園にあり、銅像が建てられている。吉林大学、ベチューン医学部は彼を記念する命名で、彼を記念する銅像や記念碑は中国の各都市にある。ありがとうございます。